はいどうもみなさん、こんにちは。えー、っと、あの、放送今後の放送についての放送っていう、ちょっとメタ放送をしていきたいんですけれども。えー、っとね、まあ、ああの、マイナーチェンジなんですけど、なんだろう。えー、っと、金曜日の放送を、えー、っと、今まで割と、その、朝は、えー、陣内ゼミをやって、えー、夕方は、夕刊陣内っていうのをやって、 できたと思うんですですそれの構成で言ってたんだけどちょっとなんかね新しいコーナーを始めたくなっちゃってコーナーっていうのかな放送レギュラー放送っていうのかだからあの水曜夜の LGBT と対応なすようなちょっと金曜日の朝にえっとまあ長期的にはその非増物ケアっていうのをやっていきたいんだけど差し当たりその FBI のあの テーマとして、被造物ケアもあるんで、差し当たり、もしイエス様が市長だったらというですね、私がまあ翻訳した2021年に出た本がある ま、それの解説を、ちょっとするというか、その FVI の働き、えー、という枠組みの金曜日の朝のレギュラーホースをやっていきたいと。で、その、夕方は、勇敢陣内と、その陣内ゼミを交互というのか、あの、ま、質問があったら、勇敢陣内、あ、違う、えっと、陣内ゼミをやって、 でまあ、そんなバランスにしていこうかなっていう。あのー、まあ、もちろん、また変わることもあるかもしれませんけど、えー、っと、そんな感じなんですよね。まあ、いろいろあって、あの、まず、そうですね、勇敢人内、なんかニュース、毎週語るのもいいんですけど、なんか、えー、っと、<laughs> まあ、なんだろう。 えっと、まあ、求めてる人もいれば、求めていない人もいるだろうな。まあ、それは全部がそうなんだけど、えー、っと、そうですね。その、陣内ゼミも、質問も、うんと、毎週来るわけでもないし、勇敢陣内も、あの、毎週めちゃくちゃこれ語んなきゃっていうニュースがあるわけでもないから、まあ、これを夕方に交互ぐらいでいいんじゃないかと。で、えー、っと、そうですね。で、まあ、あ勇敢陣内の中で、なのか、あの、 なんだろう、金曜夜の放送で、まあ、時々こう映画を語ったりとか、最近面白かった本とか、まあ、そんなんもあるかもしれないですけど、ま、あ、差し当たり、そんなバランスで、金曜の夕方がそんなで、で、えっと、金曜日の朝は、 えー、まずは、その、もしイエス様が主張だったらを解説しながら、あのー、ま、あ教会のね、ために役立てていただけたらと思いますし、あのー、なんだろう、ま、あ初版の事情で、こ、ちょっと僕を、その教会でセミナーとか難しいっていう教会もあるのかもしれない。何がってわけじゃないんだけどね。<laughs> あの 何がってわけじゃないけど、なんとなくそんな風の噂を聞いたことがある。<laughs> だから、初犯の事情しか言えないんだけど。 えっと、ま、あでも、そのね、教派によっては、むしろ陣内さんのような方こそっていう教派だってあるし、あの、ま、あ単立の教化とかだったらね、あの、判断いろいろあると思うんで、あの、ま、あ僕じゃなくても、ちょっと僕がまずいってことであれば、神田先生とかね、湯本さんとか柳沢さんとか、包、え、括、ー、選挙をずっとやってこられた、ね、経験も知識もある方を取り揃えてますので、FBI はね、だから FBI、 に、そういう包括選挙のお手伝いしてほしいよという教会にも役立てていただきたいし、えー、まあこれを聞くことで、その臨時を愛していくライフスタイル、あるいはですね、こう社会を変えていくような地域に使える教会、まあ、そういったことをですね、実践していく、うんと、一つのなんかツールとして、えー、まずはやっていきたい、あの、提供していきたいかなと。で、またその、えー、っと、もしエス様が終わったら、 たらちょっと非動物ケアのことを毎週金曜朝話せないかなと思っててまあなんだろうすごい幅広くまあ僕10位でもあるから動物のこととか植物のこととかこの地球環境のこととかもちろんね、えー、とそういったことをテーマとしたその今の水曜日の夜にやってるような形の切り口の放送をちょっと朝やっていこうかなと。 まあそんなことで、えっ、ー、と、来週からその新しいその金曜日の朝のシリーズが始まり、えー、そして今日の夕方はあ普通に夕刊人内になるかと思うんですね。まあそんなことで、また今後もですね、この放送を <laughs> えー、愛聴いただければね、嬉しいかなと思ってます。えー、あとはまあ、そのメルマガにも、あの、発表したんですけども、ヨニデシュ塾っていうですね、ちょっと、5ヶ月ぐらいで、小グループで、あの、学す、学習する共同体っていう形で、あの、こう、ん,んていうかな、問題をこう、切り分けるんじゃなくて、問題を問題として、悩む、 うんとそういうなんかあえてもやもやしに行こうぜみたいな <laughs> そういうそういうようにでセミナーっていうのを以前していたことがあってまあそれのオンライン版としてちょっとね今回発展させてみたいなっていうのがあるんでまあそちらの概要欄に、えー、ねそちらの説明も概要欄に載せておきますんでもし興味のある方は参加してくれたら嬉しいななんてことも思って でますということで、また今日の夕方も放送ございますのでよろしければ聞いてください、えー。今日は短いですけれども、さようなら。